紙に誓うよ。というわけで今日ジャニーズの部屋に、ゲストで森光子さんをお招きいたしました。ようこそ。もう今日はなんか異常に照れくさくてですね、照れくさいですね。もうさっきから汗が止まらないんですけど、なんででしょうね。はい、普段お食事とか、ご一緒させていただいて、いろいろこう僕も勉強させていただいてるわけですけど、今日は森さんにですね、いくつか質問をしたいと思いますので、まず女優さんを選んだ理由っていうのをまず聞いてみたいなと思っております。そうですね、私ね、汗かいてきちゃった。私はね、宝塚に憧れたんですよ、昔、はい、10代の時に、はい、で宝塚の歌劇のね、はい、男役はできないけども娘役やりたいなと思う、はい、でもうちの反対でできなかったんですよ。それでうちの親戚のね、はい、嵐寛寿郎というね、はい、荒寛さん、そうそうそう、言われている、ご存知？はい、知ってます。鞍馬天狗とか、そうそうそう、はい、あちらに、はい、プロダクションに入って、で女優さんになっちゃった。うちの考えでは、はい、宝塚も映画も同じじゃないかっていう、はい、そういう乱暴ですけどね、はい、考えだったんです。それがおいくつぐらいの時ですか？15ですね。じゃあ僕も15からですから。本当？はい、同じ。そうですね。うわ、はい、もう大先輩でおられますので、いや本当に汗がもう TOKIO と話してるのってやっぱこんなに違うもんかと、今思ってます。また、はい、でも森さんも僕らの舞台を何度か見に来てくださって、もう本当に、はい、なんていうのかな、見に行くっていうよりもね、はい、やっぱりどうしてもね、私のエネルギーになるんですよ。そうですか、うん、そう言っていただけると本当に、はい、私なんてお呼びしようかと思って、はい、前は東くんって言ってたんですよね、はい、でもこの頃東くんって呼べない。そうですか、はあ、あんまり成長が著しくて。ありがとうございます。ですから東様ではおかしいでしょ、はい、じゃ若旦那ということで、はい、最近森さんに若旦那と言われてるんです、はい、そうなんです。森さんとの出会いが本当に僕がデビューした時に紅白歌合戦に出させていただいて、 その時に森さんが審査員で、劇的でしたね、はい、出会いは。それで僕著名な方に東山君と言われたことがその時までなくて、あの時初めて森さんに東山君と舞台始まる前にお声をかけていただいて、はい、そうなんです、はい、もう紅白歌合戦が始まる10分か15分ぐらい前ですよね、はい、まだどんちょうが降りてて、はい、それでその中で皆さん最初のお稽古してらしたね、はい、で審査員は、はい、みんな そこを通って審査員席行くのにそこ通ったんですよね、はい、でその時に思い切って言っちゃおうと思って、東山さん私大好きなのって、あなたのファンなのってしっかりね、はい、それが出会いですから ね、 そうですよね。あの時あんまりびっくりしちゃって仮面ライダーになっちゃったんですよそう、もう加山さんがね、まあ、早替えの衣装がもう先に落っこっちゃって、あれは本当に、ね、自分の中でも記念すべき紅白でしたね、はい、もう記念どころかもうびっくりした紅白でしたけどね、だからやっぱり私は早くからめっけてて私の目に狂いはなかったと思ってね、すごく私嬉しいんですよね、はい、頑張ります頑張ってくださいね、はい、私はいつも他の人に言ってたんですけど、今日は堂々と全国の皆さんに申し上げます、世界に通用する人です。それで私はそれを信じて絶対疑いません。ですからバリシニコフとか、はい、マイケル・ジャクソンとかと肩を並べることができる人なんです。私はもう信じてます。若旦那の踊りはね、私思うんですけどね、はい、ターンするときにね、はい、例えば1回ターンするとこ3回ぐらい、それこそ伊藤みどりさんじゃないけど、はい、トリプルアクセル3回半ぐらいできるの。それでいて1回目と2回目と3回目全部スピードが違うの。そうですか、うん、上草は2回転やろうと思ったら1回転半で止まることがあるんですよ
かっちゃんはね、面白いですね。あと半回転歩いてるっていう状態がありますから、あれもなかなか器用で難しいなと最近思うようになったんで。またかっちゃんはかっちゃんで、それがすごい愛嬌になってね、はいはい、キャラクターがやっぱりね、錦はこっちの方が達者です。三四ほんと錦さんはもうすごく人を笑わせることが上手でね、また好きですからね。好きですね、はい、なんかすごく快感みたいなので。でも、はい、森さんは舞台をお立ちになっている時っていうのは、うん、自分のお芝居を自分で見たいなと思ったりはやっぱりしたことありますか？あります。もう一人の自分が客席座りたい、ね、思います。いつも思いますね、はい、でビデオだとやっぱり生の感覚がちょっとわからないんで、ちょっとよくわからない。自分がどういうふうに人の目に映ってるのかなっていうのがやっぱすごく気になりますね。気になりますね、はい、でもそれくらいもう一人の自分が自分を見てるぐらい冷静でないと、それでいてちゃんと感情を込めて、でなおかつ冷静でもう一人の自分が見てるという、はい、それは大切でしょ、はい、舞台で心がけることって何ですか、森さんが。それはあなたもうやってるから言わなくてもいい。なんで、まあ、言います。でも、はい、ご存じない方いらっしゃるから。和、はい、共演者、はい、スタッフとの和です。若い時にね、頭が柔らかい時にそうやっていろんなものを吸収してここの中に貯金を作っとけば、それが後になって花が開くから。うん、はい、ちょっと抽象的な言い方ですけどね、はい、でもやっぱりそれが一番でしょ。そうですね、うん、はい、僕もいろいろチャレンジしたいなと思うんですけどね、はい、あとは何チャレンジしたらいいかなと思ってるんで、それを森さんにお聞きしたいなと。でも大きいお仕事が待ってるし、はい、まず健康で。そうですね、そんなことは当たり前のことだけど。で、大河はいっぱいお出になるでしょ。はい、なんかまたその和を大事に。そうですね、ね、はい、先輩とか後輩とか、はい、ね、お酒飲みすぎて太らないようにしないとって。そうですね、はい、やっぱり先輩の前で何を言っていいのかなっていう粗相がないようにしないといけないなっていうのが常々頭の中にあるので、これがもう大変ですね、やっぱり、はい、まして森さんっていうと、またそんな下手なこと言えないしなっていう。下手なこと言ってください。あ、そうですか、うん、はい、笑いますから、はい、今日は本当ありがとうございました。うん、残念、はい、もうずっと24時間いたいんですけれども、そうはいかないので。じゃあ NHK の方で24時間テレビがあるときは、はい、ぜひともお二人そうですね、よろしく、思います。そろそろお腹が空いてきましたね。そうですね、はい、じゃあご飯でも、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、僕はですね、今僕の尊敬する、大尊敬としているとですね、お姉様、太一清子さんのところに来ています。今日は本当にどうもありがとうございます。しばらくね、しばらくですね、うん、いや非常に緊張してるわけなんですけど今東尋お吉物語という舞台の最中です。はい、そうなんです。どうもありがとうございます。どうも、9月の10日までやってます。あ、でも見らんないわね。多分行けたら見に行きますんで、よろしくお願いします。そうですね、3年前にちょうど太一さんと、お会いして、東十郎とお吉という舞台を、おきちかこっちで、東十郎とおかじ、東十郎とおかじというですね、どうしてもおきちっていうのを、東十郎とおかじというですね、舞台をやらせていただいたんですけども、もう非常に僕が初めてちょんまげをつけて出たりということで非常に緊張したんですけども、それをやらげてくださった大使さん、本当にもうよく飲みましたよね。そうですね、夜中に電話かかってきて、来いとかやって3時間で、30分だから来いとかやって、3時間だって、でも次の日なんかになったでしょ。そうですね、これは、あ、そうです、舞台はまだあったんですね。そう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 。でもまあかっちゃんは非常にこうガッツがあって、もうすっごいこうやる気満々で非常に燃えてるんですよね。で一緒にお稽古場行ってもとにかくなんていうかな、なんか礼儀正しいっていうかな、今の若い人にしては珍しいですよ。あんまりいない、こんなきちんとしてる人は。そんなことない。でもやっぱりきちっとね、そういうことできてて、やっぱり若く仕事できる人ってあんまり少ないのよね。うん、なんかこう甘やかされて、なんかその気になってみたいな人多い中で、もう非常にお行儀がいいし、やっぱり先輩をどういうふうに立てるかっていうのも知ってるし、
お稽古場のこう居方っていうのはやっぱり平さんとかあの先輩たちの芝居をしっかりあの見てらして、でとにかくあのおかしかったのはあのあれ方言だったのよね。あの方言というか関西弁、京都弁だったんだよね。私も京都弁ダメですよ。でかっちゃんもそうだし、私は楽屋 の, あの鏡のところに自分のダメなところアクセントこう書いて貼っつけてあるんですよ。でできたところから消していくんです。だからかっちゃんの楽屋行ったら同じようにね、あれ言ったわけじゃないのに ね, ねちゃんとやっぱりね自分のダメなとこってアクセントのダメなとこやっぱ貼り付けてあるの。でびっくりしちゃってね、 あんまりそういう人いないのよね。うん、だからねもうどん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 やっぱりあの毎日毎日日に日に良くなっていくっていうかな、やっぱり今日の失敗は明日に持ち越すまいっていう意識がね非常にねあの私感動しました。私も割とそういうタイプだからね。うん、なんかあの一緒にこう一緒に仕事しててね気持ちいいし、うんって負けるもんかっていうのがあるじゃないね。うん、だからそれが好きでね、いやそれはもうずっといくつになってもそういうものはもう失わないね。うん、あ、そかあののれんありがとうございました。もこの間あの西劇場で舞台やった時にずっとあの大佐ののれんかけてくれた。あ、嬉しい。みんなあのわあすごいのれんだねって通って。あ、本当嬉しい。また一緒に芝居したいね。そうですね。ね、あの時代物も大丈夫だし。あ、いや、ね、大丈夫大丈夫。ということでですね、今日は本当にあの大佐さんどうもありがとうございました。あの舞台の方頑張ってください。ありがとうございます。あの時間があったら、ね、見させていただきますので、ね、本当にあのぜひ一度また、ね、共演したいです。どうもありがとうございました。今日はいや僕はねあの刑事物のドラマをもう3年やったのかね。そうですね。この次出くわす時は来年の正月になるけども、はい、なんか1本目より2本目、2本目より3本目ってなんか生き生きしてきて、初めはなんかただの少年が遊んでるみたいな雰囲気があったのがだんだん刑事らしくなってくるっていうのがね、あのだから番組に格好がついてくるのよね。錦木が生き生きしてくるっていうのがね、この一作ごとに分かるわけ、だからあやっぱりあのなんか負けてなるもんかっていう闘争心みたいなものがね、君のこの身の内に強くあるんだなと思うけども、まあ僕がびっくりしたのは君の行儀の悪さだね。あ、このこれはまあ下町育ちということもあって、まあざっくばらんな性格はとても僕はいいなと思うしね、飾らないとこがいいんだけどもね、僕はあのどっちかというとお寺の息子として育っちゃったもんだから、行儀よくしろ行儀よくしろばっかりで育ったんで、ちっとも面白くなかったわけ、で君を見てると、ああこの子は少年時代おおらかに育ってよかったなとまず初対面の時にそう思ったの、だからそれがねあのなくならないでほしいのね、このおおらかさが。なくさなくていいですか。うん、これはやっぱりね君の財産だと思う。はい、だからその持って生まれた君の良さっていうものを持ちながら、だんだん行儀よくなっていくっていうかね、いやでも自分ではね行儀よくしてるつもりなんですよ。どこ行っても僕は自分で完璧に、あ今日もちゃんと礼儀正しくできたできたと思ってるんだけど、どうも言われるのがね、東が礼儀正しい、東が礼儀正しいって言われるの。俺はでも精一杯礼儀正しくやってるんですよ。いやいや、そうやっぱり見えてなかったんですね。いやいや、それはね、あのおかしいんだ、それは。人に見られてるっていう意識のあるうちは、容疑いいのよ。はい。俺と二人になるとダメだね。やっぱりね、なんていうのかな、寺って陰気なんだよね。その寺に対して僕は子供の頃から抵抗があったっていうのが、もうちょっとなんかこう明るくいけないもんかなと、お経っていうのがこれがあの陰気なのよね。で親父に引っ張られながら覚えたお経っていうのを親父と一緒にあげたって、ちっとも面白くもなんともないわけ。まあそういうこと言っちゃ俺があげたお経で
成仏した人がいるかいないか分かんないけども、うん、まあそういう人が聞くとがっかりするかもしれないけども、なんとかこの生活から抜け出したいなっていう気持ちがあったわけ、うん、まあ、植木さんが若い頃にやってた映画とかをリアルタイムの映画館とかでは見たことないんだけども、僕もあるスタッフに言われて、植木さんたちの映画をちょっといろいろ見始めて追っかけた時期があったんですよ、うんうん、それがすごく参考になっちゃってね、僕もその将来はその植木さんのやってたようなその無責任男みたいのがねそれだけだからあの時代のものなのに、その僕らが見ても納得できるっていうね、だからそういう僕らもステージやった時とか結構僕なんかそういうこと割と好きな方ですからやったりするんですよね。それで僕はその少年隊の中ではそのクレイジーでいう植木さんみたいなポジションじゃないかと自分でも思ってる。ああそう、それで困るのは、まあ、これもさっき植木さんもおっしゃったけど、絶対困る時にあると思うのはステージやってて、多分僕とか植木さんはやってる時っていうのは人並み外れたテンションだと思うんですよ、常にね。そうテンションがあるんですよ、うん、それだけの、うん、で大体テンション高めで1ヶ月公演で毎日やるわけですよね、うん、それでちょっとね体の調子がちょっとおかしい時とか、まあそれでも平均以上のボルテージは上がってるんだけども、うんうんうん、人から見るとかなり元気がなくなってるみたいなね。お今日どうしたの、どんどんね記憶力が低下してんの。だから君は3回読めば覚えるの、ね、いやでもね長いセリフとかねやっぱすごいと思いますよ。僕この間だから初めてその刑事物で推理のセリフを言わせてもらったんだけど全然わかんない、全然覚えられないですよね。いやいや、その全然覚えられないのを覚えるからにはもうねほとんどみんながね寝静まるまでは知らん顔してテレビ見てる、うん、でみんなが寝静まってから一生懸命台本見て稽古するの、うん、で一生懸命稽古してるところね人に見られんの嫌いなのよ僕は。あ、僕と同じですよそれ。あ、そう、僕と同じ努力してるとこを、いやいやいや、見られるようになるんですよあいつはいつも簡単にこれをやってるんだっていうふうに見せるのが好きなんですよ。いいね、同じ気持ちだよ、一生懸命やってるとこ見られるね、嫌だね。嫌ですよね。で台本2冊もらって1冊うちで勉強するためにこう一生懸命こうボロボロになるボロボロになるやって、うん、現場に持ってくるのは新品の台本持ってる、綺麗なやつ何も読んでないよやっぱり同じでタイプが。なるほど、嬉しいな同じだ俺と、うんうん、すごい心配性なんですよ僕。多分その3人の中でステージやるときでもテレビ出るときでも一番心配性だと思う自分が、うん、いや大雑把っていうのはこの世界では生きていかれないよ、うん、非常にデリケートでね、うん、緻密に計算されたものをやらないと満足しないっていう性格じゃないと、はい、やっぱり長続きしないと思う、はい、でそれにはやっぱり体力だから、はい、だから君の体力見てるとちょっとこの前ゴルフ番組に行った時にもうちょっと練習してから来てほしかったな